はい、皆さんこんこにちは今日は「尾チャンネルね294回目なんですけども、ね、ちょっといつもと違って若干こう寒いなという日一日なんでね下にセーターまで、ね、着込んでおりましてですね、えー、極寒の地位みたいな、まあ、私の経験値でいくとマイナス10度までは経験したことあるんですけどね今日はマイナスの一日ということでね、えーまあ、そんな日ですから。 まあ株価もなんかこう下げそうだなっていうちょっと雰囲気もしたんですけども、実はこのところ株価の方はしっかりとなってまして、日経平均も0.35％上昇とね、トピックスも0.39上がってました。マザーズも上がってきた。よかったね、みんなね、指数がしっかりなってきているというところでね、年初は大発回安かったですけどね、まあそこからあじゅわっとね上昇してきました。 でえー、ポイントになるのは11月の25日に日経平均が 28, 2万8502円というところまで、ね、ついたわけですで、今回その高値に向かって進んでいくのかというところが、ね、一つのポイントになってきます、トピックスも同じ、えー、11月25日に2023.39ポイントまでついて調整が入って戻ってきているということでこのあたりの水準を突破する動きになる。 まあ、かなり期待はできるんですけどもねそうなってくるとまたねまた折り返すみたいなね過去の3か月中期の調整上昇この繰り返しを皆さんねしっかりと吟味頂い,いてその中でどういう個別銘柄を見出してチャレンジしていくのかということをね念頭に置いて頂いければというふうに思うわけですね。私があの昨年後半から力を入れ始めた銘柄というのは一つの流れとしては テレ東の株をですね盛んに私の方は昨年末から皆さんにお話をしてまいりましたなぜテレビ局に注目、まあ、テレビ東の場合は5局あるうちの一番下のランクですねどっちかというと最下位売上規模1,500億 時価総額は500億しかないというようなねそんな話をしとったわけですね、えー、そのテレ東が意外や意外ね自己株買いを発表した後どんどん株価が上がってますね今日高値、えーまあ、1942円で終わってるんですけどね、えーまあ、安値が1760円前後ですけどね、まあ、そこから上昇してきてますんでね、まあ、1割ぐらいはもうね上がってきてるかなというところなんですけどね、まあ、こんなテレ東を含めた今日は一斉にテレビ局の株が上がっていると。 いうことで私の方は、えー、テレビ局、ね、地上波テレビメディアなんてねネットの世界ではボロクソに言われる「オワコンだ」みたいなねそんな話をする方が多いんですけどねいやいやちょっと待って、えー、だからこそ株価がどんどん下がってきているこの局面の中で投資チャンスが生まれてるんじゃないかっていうことを皆さんに言いたかったわけですねで、まあ、まず一つはテレビ局各局とも豊富な資産を持ってると豊富な資産って何かっていうと金融資産それから不動産 それからさらにはあまり言わないですけども人的資本ですね、えー、プロフェッショナルが結構いるわけですね職人さんみたいなディレクターだとかね、えー、テレビ局にはそういうクリエイターがいっぱいいるでそんな方々の資産価値っていうのも相当大きなわけですねでそれに対してまあ時価総額が小さいですよねっていうところに着目してるわけですね。まあ、低水準のの株価の位置にあって、ようやくね。 今日あたりから少しねこう盛り上がりつつあるなということなんですね。で、一方であの、えー、メディアがね。インターネットメディアは地上波メディアに対してめちゃくちゃ。まあボロクソに言うわけですね。これはもう終わってると、こんな業績ガタガタなんだみたいな話をするわけですね。これからもあんま夢がないと。まあ、ただ意外にも各テレビ局とも底堅いんですね。 業績がで,すね、ですから業績の底堅い中で株価だけが売り込まれてきてるということで、まあ、循環的に銘柄っていうのは買われるそういう局面がありますんでね特に無視されてどんどん評価を落としてきたこのテレビ局については昨年後半から皆さんにご注目いただきたいなというふうにお話をしてまいりました。まあ、メタバースとか、ね、新しい分野にもチャレンジできるるそれだけの資本力を持ってる とということなんですけどね一番の、まあ、今、金融資産でいきますと例えばあトップの日テレなんかを、ねえー、見てますと金融資産、えー、5700億ぐらい持ってるわけで,す、ね、で土地が1700億ありますからね合わせて、まあ、7000億ぐらいの、ねえー、金融資産と土地の資産がありますというところで時価総額がまだ2700億ぐらいですか、まあそんな放置されているわけですね。これっていうのは一旦上がり,ますと上がり出しますと 見方上がりになって今の株価ああ1000円台の株価がああ意外と意外とまあ2000円以上になってねえ2倍になってありますでそういうね楽しみもある水準なんで少しね年初のこのタイミングで皆さんにお話をしているわけですねで今回あの皆さんにお話ししたいのはまあこのテレビ局の中からは日本テレビを取り上げてるんですけども6銘柄で組んだああ今年のポートフォリオ1月末1月30日スタート のポートフォリオの話を皆さんにしてしようとしてですね。まあ、演奏会という株の同好会の皆さんには、この今までね配当利回りの話、配当利回りの高い銘柄で組んだポートフォリオどうかとかね提案をしてまいりました。でそれでご覧いただいて結果としては3割のね。 全体パフォーマンス上がってると、まあ、いうようなこう私もちょっと最初どうかなというふうには思ったんですけども結構ねパフォーマンスも上がってきたということで引き続きこの介護書の中に皆さんにお届けしようということで、えー、ポートフォリオをご提案させてていいただいております、えー、今回の「ポートフォリオの銘柄」これはねこの松尾チャンネルでね6銘柄全部お話ししたいとは思うんですけども、まあ、先ほど日テレの話をしました、まあ、日テレの場合はかなりあの流動性の高いね大規模な 大型銘柄なんで、まあ、話しても別に差し支えないと思うんですけどね実際中小型の銘柄も入っておりますので、ね、この辺りはちょっと開放しにしたためておりますので、えー、メンバーの皆さん特にね、えー、ご覧いただいて少し、ね、時間を置いてまたこの YouTube 松尾チャンネルのご視聴いただいている皆さんにはお話をしていきたいというふうに思うわけですね。えーとに く株価の位置が低いとと。ころに今ありますと、まあ、その中で前回は日、ね、ソプロニティのお話をさせていただきました日、まあ、ソプロニティも実はこのポートフォリオの中に入れさせていただいておりまして、まあ、株価が570円前後ですね70円台、まあ、そんな位置づけにあるんですけども過去の高値が1 3 5十円という、えー、まあ2021年の1月の高値そこから半分以下になってここから2倍に目指すというね まあそういう立ち位置で、この銘柄を皆さんにお話をしているで、しかも業績が今期からかなり大きく伸びてくると、M&A 型の企業なんですけどもね、なかなかしっかり面白いもしろい M&A をやっておりまして、まあ、その結果として業績が上がってくるというような流れなんですね、そんなことをご理解いただいて、ポートフォリオにぜひね、皆さんもチャレンジいただきたいと。 いうふううふに思うわけですね。メンバーの皆さんもまたこのチャレンジを頂い,いて結果どうなろうっていうね、まあ、その辺をこの演奏会株の同好会の皆さんとともに楽しんでいきたいと。 いうふうに思うわけですね、えー、中にはね、こう新興銘柄って言うんです IPO したばかりの銘柄とかね、IPO してそんな間がないような銘柄についてもポートフォリオの中に入れさせていただいております、まあ、これはかなりあの変動がまた期待できる可能性もありますね、まあ、そんなことでスタートすると、まあ、いうことで今日はこの1月のこう25日の段階でお話をさせていただいている次第ですね 松尾チャンネルについてはですねあのまだまだあの視聴数が少ない、まあ、登録数も少ないのでねぜひえ登録頂い,いて楽しんで頂ければというふうに思うわけですね。えー、まあ,あ私にとってはこの松尾チャンネルは情報の発信ということになるんですけどもぜひえ演奏会という株の同好会にぜひねお入り頂い,いて一緒に楽しんでいきたいというふうに思うわけですね。 えー、まああの面白い銘柄いろいろね出てきます。まあ最近の動きでいきますと、五合カレーグループがあー日本セーマというね、えー、朝の会社をねものいう株主として、えー、株主提案権を発動したっていうようなまた面白い話もあったりもしますね、えー。株式市場って面白いんです。とにかくあのいろんな出来事があります。その出来事を皆さんとともに私はあまあなんて言いますかどうなるかな。 ね、そういうことを皆さんと語っていきたいしそんな共通した話題で盛り上がっていきたいというふうに思うわけですね。まあまああのなかなかまだね業績が、まあ、低迷した状態の銘柄も中にはあります。えー、私が取り上げてる銘柄の中でいきますと調剤薬局の関係っていうのはねなかなか注目されない。まあ、こののポートフリーの中で実は メディカルシステムネットワーク4350を入れてるわけですね、まあ、この辺りをちょっとこう国内内需系の銘柄として入れてるんですけどもなかなかね評価が高まってこないたったまあ400円どころの株なんですけども、まあ、とにかくあの900円以上してた株が400円で中身は別にそんな悪くない、まあ、そんなことを吟味しながらですね、まあ、業績はちょっと一時的に停滞する場面もあるんでしょうけども中長期的な業績拡大 そういったものを踏まえて投資してはどうかというような話も今後していきたい。まあこのところすごく株価が上がってきてるのは中山成功所であったりね新に日本製鉄でねこのあたりが後配当利回りでガン,ガン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 株価が上がってくる。まあ子供産業型っていうのはこういう形で一気にこう株価が短期に急騰する場面が出てまいります。まあそれをお楽しむもよしまた今回。 まあスタートするポートフォリオのようにバリューでねまだ株価の位置が低いまあそこからスタートしましょうみたいな話でも皆さんね楽しんでいただけるんじゃないかなというふうに思うわけですねまあそんな形でこのポートフォリオを持た新しいポートフォリオでスタートしたいと思いますまあ最後はこのこの6月29日にスタートしてた高配当利回り銘柄のポートフォリオ一覧まあご覧いただきながらマスオチャンネル今日はお別れにしたいと思いますので。 よろしくお願いします。引き続き松尾チャンネル、楽しんでください。よろしくお願いします。ありがとうございました。